ディファ有明は東京都江東区有明でかつて営業していたホール。日本初の格闘技専用アリーナと名打ち2000年にオープン。2018年6月30日に営業を終了した。土地所有者である東武鉄道はディファ有明跡地を東武有明フィールドとして2020年春に 開業予定としており、実際には2020年夏より教用を開始している。2016年12月までプロレスリングノアが本社と道場、合宿所を置いていた。バブル期に存在したライブハウスディスコのマザーリアケは、改装前の同一の建物である。マザーリアケについてもこの項目で述べる。 不動産企業のエムザグループが倉庫となっていた建物を安く借り受け、空間プロデューサーの山本小鉄と住み明がデザインを手掛けて改装し、複合イベント施設、マザ有明として1988年7月21日にオープンした。後にディファ有明のホールとなった建物は、マザ時代はイベントホールとレストランが入居していたもので、 もう一方の事務所棟はかつてディスコ棟だったものであり、リファ開業以降も事務所棟の天井裏には、ミラーボールが入ったままになっていた。ライブハウスイベントホールの、サウンドコロシアムマザ、ディスコの、クラブガティルのほか、レストラン、サラサ、カフェ、ヒドラ、貸しスタジオ、スタジオマザなども併設していた。東京臨海福都心の再開発が始まる10年近く前であったため、 有明地区はまだ倉庫街であり、路線バスやマザが独自運行する六本に、豊洲駅発着のシャトレバスを利用する以外は、交通手段がなく、主に利用客はタクシーやマイカーで来場していた。1980年代後半は、ディスコブーム、さらにバブル真っただ中だった時代で、都心の家賃が高騰したため、湾岸線などに存在した倉庫や工場跡を借り、 内部を改装してディスコやライブハウスとしてオープンするというウォーターフロントブームの先駆けとなった。MC ハマーをはじめとして多くの外国人タレントがライブを行い、1990年3月には24年ぶりに来日したポール・マッカートニーがマザで記者会見を行い、さらに異例のライブパフォーマンスを行った。しかし1991年バブル経済期における 当期失敗により、エムザグループが経営不振となり、マザはスレイヤーによるラストライブを最後に営業を終了した。マザ閉店後は、月島倉庫がサウンドコロシアムムヌを1999年まで借り受けて物流拠点としていたが、月島倉庫が契約満了で退いた後、そのままになっていた建物を改装し、新装をオープンしたのがディファーリア家である。ファ 有明正面玄関上のロゴディファ、有明後楽園ホールに一点集中していた、首都圏の格闘にアリーナを分散させることを目的に、後楽園ホールのキャパシティと同規模のホールとして、ディファ有明が作られ、2000年7月1日の全日本プロレスの工業でグランドオープンした。名前のディファは英語のディファに由来する。これまでできなかったことにも挑戦し、違いを、 明確化したいという意思を込めて名付けられた。主な特徴は、常設の花道、数の多い女子トイレ、イベント規模により自由自在に変えられるキャパシティ、等であった。公式では、最小キャパシティの格闘技 B タイプで713席、フルサイズのライブイベントタイプで1823名としており、キャパシティの幅が広く、多くのイベントに使用された。 会場内北側にはステージが設置されており、コンサートやライブでも使用することができる。プロレス、格闘技ではこのステージにも椅子を設置し、客席としていたが、ひな壇の傾斜が緩いため見づらいことが以前から指摘されていた。そのため2007年8月、新たに高さ3メートル、全12段のステージを使用するイベントが入った場合は、収納することができる。 電動ひな壇を設置した。2016年12月19日、土地所有権者との建物定期賃、退職契約更新ができないため、2018年6月末日をもって営業を終了することが発表された。その後建物は解体されて現存しない。プロレスリングのアゼン日本プロレスでのグランドオープンが、 当初から決定していたことから、ディファの基本設計やオープンに、グランドオープン直前に全日本を退社しのア設立に参画した、中田龍が関与していたこともあり、ノアは2000年6月に、ディファで、発足記者会見を行い、ディファに本社を構えた。同年8月の旗揚げ戦をはじめ、ディファを使用会場として使用した。旧まず有明のディスコムネ3階菓子スタジオは、 ノアの道場に改装され、サウンドコロシアム胸には、ノアの事務所や合宿所が設置されるなど、ノアはディファをすべての拠点としたことから、ディファは、プロレス界では、ノアの聖地とも呼ばれた。二千九年七月四日、六月十三日に、試合中の負傷により救世した、ノア初代社長、三沢光春の喧嘩式、三沢光春お別れ会でパーチャーが取り行われ、関係者やファンなど、 約2万6千人が参列した。ディファの2018年の営業終了に先立ち、ノアは2016年いっぱいで事務所、道場、合宿所を撤退し、本社を千代田区水道橋に合宿所を埼玉県に移転した。総合格闘技、ボクシング工業その他、数多くのプロレス団体、キックボクシング、パンクラスや ZST など、 総合格闘技の工業が行われた。このうち、キックボクシングのビッグバン統一への道は、年4回定期開催し、格闘技団体の中で、最も自主工業で利用する比率が高かった。また、総合格闘技のディープでは、ディファにおいて、初のケージマッチ、ディープケージインパクト2009を開催した。一方、国際式ボクシングの工業に使用されるケースは、少なく、 高楽園ホールに一点集中していた。2008年5月19日に、リファ初のボクシング世界戦、小堀雄介 BSWB ア世界ライト級王者、ホセアルファロが行われ、小堀が王座を奪取している。2009年5月26日にはリファで、宮田主催の史上唯一の JBC 管轄家のワンマッチ工業として、WBC 世界フライ級タイトルマッチ。 チャンピオン内藤大介 VS 熊、朝田打戦が行われた。リファ閉鎖半年前である2018年1月1日に、競泳主催工業が行われており、閉鎖10日前の6月20日には、弾丸主催工業として、アプブフスーパーフェザー級タイトルマッチが開催されており、3代、大君 VS、カルロマガリの一戦が行われている。 その他、ディファー有明として格闘技式のリングを保有していることから、メンズプラザーオや PCA アセット等の企業がリングを使った CM 撮影を行った。当地は前日の通り、2020年より東部鉄道管理の東部有明フィールドとして利用されている。第一弾として、2020年7月より、ポルシェジャパンがポップアップストア、 ポルシェナウ東京を開設している。なお、開設期間は2021年8月末まで。ありがとうございます。